皆さんおはこんばんにちは、鉄郎が好きな高校生です。今回は友達と大宮駅に行ってきたので、その様子を撮ってきました。まずはもう他、鉄郎で下館駅まで行ってきます。もうそろそろで益子駅に到着しますが、出かけた時は陶器市で人が大勢いました。画面が変わって下館駅に到着しました。下館駅は JR 水戸線と関東鉄道総総線が乗り入れています。終点なのでこれから水戸線に乗り換えです。ちなみに真岡鉄道やスイカなどの交通系 IC カードは使えないです。これから友達と合流します。朝方に撮影したので下館駅発の列車もいますね。なんと反対の友部方面の列車が赤連でした。マジで乗りてー。待てよ、赤連ということは、おいこれ得なんじゃねえか。赤連は勝田車両センターにいるのは見たことありますが、実際に運用しているのは初めて見ました。さて下館駅発車です。プクルシは乗れなくて悔しがってます。さて、真岡鉄道のホームが見えてきました。真岡線は朝夕、そして陶器市の時は2両編成で運行しています。水戸線は結城駅に到着しました。ここでも列車交換はありませんでした。少々長いのでカット。結城駅を発車します。この駅での乗り降りはそこまで多くなかった気がします。ここで水戸線の軽い説明をします。水戸線は友部から小山駅まで結ぶ全長 50.2 キロの路線です。時々水戸まで行くのもあります。3、2、1。いきなり画面が変わって新幹線の中からです。乗り換え時間が約8分しかなかったので撮ってる余裕がありませんでした。新幹線は自由席にしましたが座れなかったのでデッキからの撮影です。やっぱり新幹線早いけどこれでもまだ最高の320キロに行ってないのか。ちなみに乗車車両は E5系でした。降車シーンも人が多かったので撮れてないです。次は大宮駅で撮った動画を出します。次は特急鬼怒川に乗ります。ここから数秒音が消えてモザイクが入ります。うくぬし扉が開かず焦ってます。大宮駅でお昼のチキン弁当を買いました。初めて食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。うくぬし、ここでもテーブルが開かず焦ってます。さてさっきのシーンで音が消えて、ぼかしが入ったシーンについての軽い説明をします。ホームに小学校中学年の子たちが数名いました。
その子たちは特急列車が完全に停車する前に運転室をノックして、すいません、発車するときに電子ホーンを鳴らしてくれませんかという願いでした。自分は運転士にお願いするのはいいと思いますが、列車が完全に停車する前だったので少し危険かなと思いました。なのでプライバシーのためにぼかしと声を消しました。栃木駅に着きました。ここまで乗ってきた特急鬼怒川を見送ります。皆さん知ってると思いますが、この特急鬼怒川の車両は元成田エクスプレスの車両です。この栃木駅から羊毛線に乗り、小山に戻ります。羊毛線ホームに来ました。羊毛線は211系を使っていますが、JR 東海の方の211は引退したので、これもいつまで残るのか。小山駅に到着して新幹線を見に来たので、通過日本をご覧ください。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。